はいどうも皆さん,こんにちはまで,です。はい、今回はですねこちらの、はいまあ、サムネイルの動画を一緒に見ていきながらですね解説していこうと思うんですけどこれ何かっていうと、まあ、知らない人は多分知らないというか知ってる人が少ないと思うんですけど自分がすっごく初期に出した動画で実はですね、まあ 1>, 1ヶ月もしないぐらいで45万回ぐらい再生されたんですけど、はい、もう伝説の動画ですよ、自分の中では。伝説の45万回声動画なんですが、がですね、まあ、ちょっといろいろ初心者ありまして、非表示してたやつなんですよね。はい。で、まあ、ここからもうね、3年近く経っております、この動画を撮ってから。なので、 正直な話ですね。正直な話、自分も手ごね初めてやったの、初めてじゃなかったんですけど、真面目に取り組み出したのって3年前ぐらいからなんですよね。YouTube 始めて家庭向けに発信するから、ちょっと手ごねを、まあ、ちゃんと理屈立って説明できるようになろうというところで、そこから始めたわけなんですよ。ということなので、まあ、3年経っております。やっぱり、今と。 昔で、はい、まあ意見違ってるところも出てきているでしょうし、もちろんですね。うん、今の自分から見ると、おいおい、ちょっとお前それどうなんだよっていうところもあると思うんですよ。で、自分ね、この動画、今から皆さんと一緒に見ていこうと思うんですけど、見返してないです。はい だから何言ってんのかっていうところを自分知らないというかもう忘れてる状態なのでまあまあちょっとね皆さんとその一緒の状態素の状態でえ見ながらね突っ込み入れつつ解説していこうかなと思いますのではいそういう動画ですまあ普段ね手ごね自分でやっている時にまあこういう時 このこね方するときに、まあ、なんでこうなっちゃうんだろうとかが、おそらくね、あの、昔の自分と、まあ、一緒に、こう、なんていうか、共感して、こう、自分の話を聞けるっていう、なんかちょっとよくわからない20,30の状況にはなると思うんですけど、<laughs> まあ、そんな感じで使っていただける、手骨のね、参考にしていただける動画になるかなと思うんで、ぜひ、えー、ご視聴してみてください。ということで、やっていきましょう。はい、じゃあ見ていきます。ダンと。 どうも下釜です今日はですね、べ、え、た、ー、つく生地のまとめ方っていう動画でやっていきたいと思います。これはですね、アンフランス作ろうと思って、ソフトフランスの生地をまとめてるとこなんですけれども、これがですね、ちょっと水多めで非常にべたつく生地だったので、えー、ちょうどいいので、まあ、すごくべたつく生地のまとめ方っていうことですね、えー、こね方の動画としてま,あまとめていきたいと思って、今回、撮っております。 えーですねまあ、こね方をですねもうちょっと細かく重点的にやっていきたいなと前から思ってましたので今回はまあこね方だけです、ね、重点してお話ししていきます、まあ、早速やっていきますけど最初にとにかくすり混ぜるというところですねポイントの最初,、えー最初ですねえー、生地まとまって台に出したら最初はとにかくこのすり混ぜるという動作を繰り返します時間にして大体どんな生地でも5分とかそれくらいは 動作を繰り返せなくてはいけません、はい、ちょっとこの時点で突っ込むところがあるとすれば広げすぎ <laughs> 広げすぎですよねちょっとねまあまあまあべたつく記事だからまあそその面積広げたいのは分かるんですけどいくらなんでもちょっと広げすぎですね、うん、<laughs> とはいえ広げすぎですね、うん、もうちょっとまあ狭く使ってもいいかもしれないですね、うん 今は自分はあの、この動画ではあのスケッパー、カードを使ってまとめたりとかしてますけど、それは一切してないんですよね。うん。な、ま、ん、あ、でかっていうと、結局のところなんでそれをやんなくちゃいけないのかっていうと、広げすぎちゃうからですよね。じゃあ元から広げなかったらいいじゃんっていうのもあるので、まあ、自分はあの広げた方がいいっちゃいいんですよ。広げた方が面積広がるんで、まあ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 、まあ。 うん、この辺は効率よく行くっちゃ行くんですけどとはいえ限度があるまあこれは限度を超えてんだろうみたいな感じですねもう,もうちょっとあの,、うん、あの狭くスマートに使っていいんじゃないかなと思います <laughs> いくらなんでも広げすぎって気がしますね、うん、でまあうソフトフランスのやつって言ってましたけど、まあ とはいえ結構緩いですね。うん。とはいえ結構緩い配合ですね。おそらくこれをバンズとかにするとちょうどいいんじゃないかなみたいな配合だとは思いますね。もうどの配合だったかっていうのはちょっと覚えてないですけど。はいはい。まあそんな感じでちょっと見ていきましょう。続きですね。まだですね、持ち上げてもドロッと流れてしまって、叩いて追い重ねるっていうこともできないので、ある程度まとめることができるようになるまでは、 必ずですねどのパンでもこうやってすり混ぜるんですけれどもこのすり混ぜるときに気をつけるポイントがいくつかありまして必ずですねこの手の付け根これを使ってですね押し付けながらこう摩擦力っていうのがかかるようにですねしっかりとグイッと押し付けながらやっていかないといくらこうすり混ぜてもですねなかなかまとまらないということになってきますのでこれですねどんなにベタベタしてても もうよっぽど計量間違って何か水がものすごく2倍ぐらい入ってしまったとかいうことでもない限りは絶対まとまりますので、えー、根気よくですねとにかくすり混ぜてくださいこの台にこすりつけるっていうのがとにかく大事になってきます結構本とか見てると両手ですり混ぜるとかいろいろすり混ぜ方書いてあるんですけど結局のところすり混ぜれていれば関係ありませんすり混ぜていれば ることがででできればどんなやり方でも、OK、です大事なのはしっかりとこすりつける摩擦をかけながらこすりつけていくっていうところですねそれとプラスで私いつも使ってますけどあのカードあのカードはねやっぱりこねる手こねするんだったらもうほぼ確実に必要になると思ってくださいスケッパーっていうとこがあってそれでやってもいいんですけどそれは基本的に、えー、やっぱり金属製ですので えー、台を傷つけたりとかですね、まあ、あるいは怪我したりもたまにするんで、基本的にはやっぱりカードの方がいいかなと自分は思っています。ご家庭でやるときは、やっぱりこのカードっていうのはほぼ必須だと思っておいてください。このカードを使ってですね、必ずくっつきますので、こうやって一度広がったやつはまとめて伸ばすっていうのを繰り返します。はいうんまあ、この時点でははい <laughs> さっきの話はもうカードをとにかく使いっていう話をしてましたけど、自分は今はそれは全く推奨してないですね、本当とにあ。そもそもカード使わなくていいような状態にした方が効率はいいので、うん、まあそれはそうですよね。書き戻す時間がなくなりますからね。今はそしてね、見てたら片手しか本当に使ってないですね。うん 片手しかここの時は使ってないんですけど今の自分のあ最近のコネの動画見ていただければ分かると思うんですけど両手使ってるんですよね。両手一緒に行ってで一回伸ばしたら左手も一緒に行ってるんで書き戻してるんですよね。 もう押して、押したら絶対この押した手を戻さなくちゃい,ないけないじゃないですか。押したままなぜかあの戻さずに後ろに戻るなんてことは物理的にありえないわけなんで、まあ、そういう妖怪でもいたら話は別ですけど、そういうことではないと思うので、押したら必ず引かなくちゃいけないですよね。なので、その引くときについでに生地もこの左手、えまあ、右左手と手で一緒に戻してきてやればいいじゃんっていうスタイルになっているので、まあまあ、 それが今確立してるので、まずカードは使わないよねと。なぜなら左手一緒に行って戻しているから。うん。っていうのと、あとは、だから、左手行って戻してるからカード使わない。そう。だから両手使うっていう状態。で、根本的にはこのね、付け根ですり混ぜましょうっていうところは変わってないですね。うん。ただ、まあやっぱそのカードで書き戻す手間っていうのを今はこの左手一緒に行って戻すっていうところで、 まあまあ、省略しているって感じがしますね。うん、まあこれ、少量の手骨の話になってくるんで、えー、そんな左手一本じゃ書き戻せないよってぐらいの、もう1キロ超えぐらいの記事とかになってくると、まだ若干変わってくるとは思うんですけど、まあまあ、今の手骨のスタイルの方がだいぶ、まあ、かなり洗礼されてるというか、まあ、より、ん、まあ、効率的になってるっていうのは間違いないなというのは、今見て改めて思いますね。うん じゃあちょっとまた続きを見ていきましょうだん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 まとまってきますけれどもこれですねえっとこう広がったやつをですね一回まとめてしまわないとどうしても練り方にムラができてしまうので一箇所だけこねれてるけどまあ他の箇所はもう全然まだこねれてないということにもなってきますしこうやって一回まとめてしまった方がですね実際こうやってこねやすいので こすりつけて台いっぱい使って広げたやつをもう1回まとめてそれをまた広げていくっていう風に繰り返しますこれを繰り返していくとだんだん,だん,だんと持ち上げられるようになってきますので目安としては台から持ち上げられるようになるまでこれができるようになるまでこのすり混ぜるっていう動作を繰り返します でこ,この時点ではですね手、ものすごく生地くっつくと思うんですけれども、まだこの時点では特に取らなくて大丈夫です。ある程度まとまらないと、生地って手から離れてくれませんので、また、えー、同じことの繰り返しですので、この時点ではまだ気にせずにこねていきます、手にくっついてる生地ですね。で、こうやって持ち上げれるようになったら、最初はですね、おそらく叩きつけられない。 ぐらいドロドロしてると思うのでこの時点ではまだ叩きつけなくていいですとにかく折ってくださいえ伸ばして折るっていうのを繰り返していきますでこれをですね繰り返すとだん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 と生地が硬くなってきますのであとはこれ折ることで、まあ、どんどん膜の層が厚くなって生地がまとまっていくっていうことなんですよねまだ叩きつけれる段階ではないですのでえとにかく を伸ばして折る伸ばして90度回転して折るっていうのを繰り返していきますそうするとですねだん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 と台,台にくっつかなくなってきますだからこの作業は台にくっつかなくなるまで繰り返しますでこうやってたまに撮ってやることも忘れずにとにかく根気よくですね伸ばして折る伸ばして折るを繰り返していくとだんだんと台にくっつかなくなってきますので、で 大体いいこれぐらいになってくるとちょっと1回手についた分っていうのは取った方がいいですね最後の方になって手についている分を取ってしまうとこの手についてるやつっていうのがあまりにもまこねてる生地とま状態が変わるっていうのとあとプラス乾燥してしまって手についてるやつですね混ぜてももうその乾燥した状態で中にまあ玉玉塊として残ってしまうっていうのがありますので この段階記事がまとまってきた段階になってくると一旦手から、うん、あのまあ今ひたすらあの手にくっついているやつを取りましょうっていう話をしてますけどそれより気になるのは叩いてますねうん <laughs> たあっ最初叩いてたっけって今すっごい思い出しましたよ <laughs> これね、うん、今もう全く叩いてご存知の通りね全く叩きは入れないんですけれども まあ、たまに言ってるんですけど、たた叩いて、えー、なんていうか、折っていくっていうやり方が、なんていうか、まあ、うん、なんていうのかな、これ、ケースバイケースでね、これ、めちゃくちゃ緩いじゃないですか。で、こんだけ緩いやつだと、こうやって、なんていうか、たたいて、折っていくっていうので、なんていうかな、まあ、やっぱ、伸ばして折るわけですから、どん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 、うん、緻密にはなっていくので、 まあまあまとまってはいくんですよね。まとまってはいくんですけどある程度硬くなった時点からっていうところが問題があるので今はもうわざわざこのたたきを入れる必要はないよねっていう結論に達してるんですよね。これでもまとまるけどこれはまあ途中に入れる必要がないなっていう今は うん、まあ持論で、まあ、ずっとこのすり混ぜるだけでいってるんですよねでそこにまだたどり着いてない時点なので一回この、まあ、ベタついてるやつっていうのをまとめてから多分こっからまたあのすり混ぜるに戻していくと思いますと思うんだけどちょっと見ていきましょうははいいい取った方がいいです生地は最初の方はですね取ってもすぐくっついちゃうんで取る必要はないって言ったんですけどまとまってきたら今度は、えー、手のやつっていうのはだんだん取るようにしていって でだんだんとですねこう台にくっつかなくなってくるのでそうなってきたらちょっと強めに叩き始めてやりますちょっとだけですねこう上に上げて下に振り下ろす時に勢いをつけるだけですそんなに力はいりませんちょっと振り下ろす時に勢いをつけてやるそれでえ伸びますので,でその伸びた分を折ってで90度曲げてっていうのを繰り返していきます どの時点でもです、ね、ある程度くっついたらカードで、えー、取ってやるっていうのを忘れないようにしてください。えー、と台についたままです、ね、放置しているとだんだんと硬くなってきて乾燥したのが、えー、そのまま生地に入ってしまいますので乾燥する前に台から、えー、取ってまとめるようにしてやってください。 台にくっつかなくです、ね、なるようになってきますでこうやってです、ね、くっつかな,く,なってくるっていうのがこね上がりのサインでもありますのでこねていってくっつかなくなってきたら一度グルテン膜のチェックなどをしてえ自分が今どの段階のこね段階になるのかっていうのを確認します。 でこの時にですね、まあ、生地によってはですね、硬くなってしまって、まあ、要は追い重ねることでどんどん強くなっていきますので、硬くなって、えー、伸びないっていうことが出てきます。そうなったら、今これ、えー、5分ほど時間を置いたんですけど、そうやって時間をですね、ちょっと置いてやる。今、手、きれいになってますよね。置いてる間に手、きれいにしてました。そうやってですね、手、きれいにしていれば、その間に、 えー、ある程度、勝手に生地がつながってきますのである程度、固くなったらもう時間を置いて勝手につなげてやります。そして、えー、っとグルテン膜をチェックするんですけれどもこのグルテン膜のチェックするポイントっていうのはですねどれだけ伸びるのかっていうのとあとプラスは表面の滑らかさですねあえて破れたとその破れたところがどれだけまあ滑らかになっているのかっていうのをしっかり見ておいてください。 たまにですね薄く伸びればオッケーっていう風に書いてあったりするんですけど指が透けるようにですねこれこの後どう締めるのかめっちゃ気になりますねうん <laughs> これどう終わりに持っていくんだろうこれでもう完成って言うのかなこいつ <laughs> ちょっとあえて止めていましたけど終わる前に、まあ、今の自分の目から見るとねまあ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 これで終わってもいいんですけど今この時点で終わってもいいんですけどうん これを何にするかによるんですけど、もうどうかなこれをディスティックにするんだったらこのままでもいいかもしんないですけど、えー、まあソフトフランスって言ってますもんね。ソフトフランスにするんだったら自分だったらもっとこねますね、うん。なぜならめちゃくちゃまだつながりが荒いからですね。うん、<laughs> このグルテン膜の状態から察するに。もう3年前の自分なんで何をこの後言うのがちょっとどう,どうなんだろうドキドキですね。ちょっと聞いてみましょう。彼の意見を。はい <laughs> ただ、それはですね伸ばし方によってはですね生地ができてなくても伸ばせたりするんですね。だから伸びるっていうのとプラスで表面がザラザラしていないか滑らかになっているのかっていうのをしっかり見てくださいで。最後にこれ、こね上げ温度ですね。これはしっかり測るようにしておいてください。えっと、最初にですね部屋が何度の温度っていうのとプラス仕込んだ水、入れた水が何度。 っていいいううのを守るようにしておいておくださいそれをですねしっかり測った上で何度で上がったのかこれをですねえまあ記録には残さなくてもいいんで最低でもまあ測ってみて経験として覚えておくってだけでもですねまあこれくらいの温度の時にこれくらいの水の温度のやつを入れたらこれくらいの温度で仕上がるんだっていうのがわかるようになってきますので,でこれくらいの温度の時生地の状態がこれくらいなんだっていうのは合わせて分かってきます。 生地って温度が高すぎるともう本当にまとまらないのでだからこれくらいの温度帯ではこの生地っていうのはこれくらいになるんだなっていうそういう目安っていうのを測るためにもですね温度っていうのはとりあえず最初は分からなくても大丈夫な,大丈夫なので気温とあと室温ですね室温と水の温度と最後の骨上がり温度この3点測るだけでも大丈夫なのでやってみてくださいということで、まあ、この骨 の動画終わりにしたいいと思います、まあ、こね方は実際はですね記事によって変わってきますので厳密にこれでいいとは言い切れないんですけれども、まあ、基本的なこね方は、まあ、全部一緒になりますので参考にしていただければなと思いますということで、えー、今回の動画を終わりにしたいと思います。 はい、では、今度はですね、こういうふうに技術とかの発信もしていますので、パン作りとか、あとお菓子作りとか、まあ、されている方、あるいはですね、そういう業界で働いている方とか、まあ、ご参考になればと思っていろいろ発信しております。ご興味ある方はチャンネル登録・高評価していただけると嬉しいです。ということで、今回終わりにしたいと思います。はい、それではまたお会いしましょう。バイバイ。はい。<laughs> はい 終わりの画面ね。まあ皆さんご存知だと思うんですけど、昔からこれだったかまあ <laughs> それは置いといて <laughs>。ね、えー、いかがだったでしょうかね。うん。正直ね、自分はね、ああ自分、今だったら、もうあと多分、もう少しこねてたなって感じの結果でしたね。うん。これを今からソフトフランスにするのであれば、もっとこう、もうちょっとこねるだろうって感じですね。うん。 ああ、まあまあ、ちょっとまだまだ粗さが残りますね。甘さが残るような動画でしたね。だから、やっぱり、こんな感じ、昔の動画ね。はいまあ、自分、かなり、もう、YouTube 発信することによって、なんと、がまあ成長しておりますとね。はい、<laughs> だからね、あの、どうしてもね、昔の動画ね、どんどんどん、どんいやいやいや、ちょっとそれはっていうところで、非表示にしなくちゃいけなくなってるっていう話をね、まあ、ちょいちょいしてるんですけどもあ、こういうことですね。うん うん、まず、えっ、ー、と、こね方。すり混ぜるときのこね方。ここが、まだ、まあ、ブラッシュアップされる前であるので、はい。<laughs> 無駄なことが多い。無駄な動作が多い。カードいらんと。カードいらんと。<laughs> えー、まあ、両手使えと。両手をうまく使えば効率的にもっといけるよと、うん。広げすぎだし。はい。それに、あの、叩き骨ね。叩き骨。た、まあ、叩き骨でまとめれないこともないんですけど、まあ、あれで見て分かったのは、改めてね。うん。 やはりある程度やっぱりグルテンを形成したやつをまとめるのが叩きなので形成しないとやっぱり意味ないですね、うん、もうちょっとグルテンのこれ複雑ですな複雑なこの絡み具合ですね言ったらこれ何を言いたいかと複雑に絡まってた方が絡まっているほど滑らかだし弾力が強くなるんでより膨らみやすくなるんでこれをソフトフランスにしたい、うん、食事パンにするつもりでさらに ベタついてるのであれば、もっとこねていいと。ただでさえ膨らみにくいんだから、もっとこねていいよと。これをベチャっとした形のリスティックとか、リスティックとか、茶バタとかにするんだったらあれでいいけど、っていうふうに言いますね。今の自分がね、この人いたらね、この3年前の自分にね、言えるとしたら。 だからまあ、たあの叩き骨っていうか要は折りですねあの折っていくような作業って今もやってるんですけどもうほぼそれは何ていうかもう最後のあもう1割にも満たない0.5割ぐらいのところグルテン形成し終わってその形成し終わったやつをまとめるという感じでやっているのでうん、まあ、やり方やっぱだいぶ違いますよねうん。 まあまあまあ、そんな感じなんで、えー、昔と今、かなり変わってきております。これはもう本当3年前のところです。はい。3年前で、えー、まあ言ってもでも3年か。でもうものすごい変化も起きているというわけで、何、うん、て言うのかな。うん、やっぱりやっていけばやっていこうどん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 。うん、まあ、この時点でもまあ、基本的なことはやっぱ分かってはいるわけなんですけれども、とはいえ、とはいえ、それでもやればやるほど、 うん、この手の動かし方扱い方であったりとか、うん、一個一個見直していけばどん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 とですね上手くなっていくのでですね、うん、今と、まあ、まあ是非ねこれと見比べていただければ、はい、自分のやつも。 うん、まあまあまあ、あ、こっちの方が効率的だなっていうのは分かっていただけるかなと思いますもんね。大、う、体、ん、いいこのやり方だと硬い生地こねれねえじゃんっていう問題もありますしね。うん、これトロトロだからあれでいいけどみたいな感じでね、うん。そんな感じですよね。やっぱりね、これがね、だから45万回も再生されたっていうのはね、おそらくもうこのサムネのせいでしょうね。うん、<laughs> ち,ょちょっと挑発的なサムネをね、はい、<laughs> 設定しておりましたからね。ね余裕っすよ、わらっつってね。 ちょっとこれ、だから若い層の人がこれ見てたんですよね。自分のチャンネルはですね、大体もうあの、4 50代ぐらいの方がいつも見てくださってるんですけど、この動画に関してだけは、まあ、20代ぐらいの若い人たちが、はい、見てくださってたというところで、まあまあ、コメントも荒れに荒れたというところでね、<laughs> 早めにこれ非表示したんですけど、まあそんな感じの、うん。やっぱりね、再生された動画がいい動画ってわけではないっていうところも、ちょっとついてに言っておきたいですよね。 あのね、多分何を見るかなーっていう時にもうたくさん再生されている動画を多分選んでみられると思うんですけどまあとりあえず自分のチャンネル内に限って言えばちょっと言わせてもらうとこの場を借りてついてたんであんまりねあの再生されている動画ってそんなにこれいいかなっていう場合が多かったりするんですよね。うん <laughs> だからなんか見るときにあんまり再生数はねあの参考にしてほしくないかな自分は思ってます、うん、むしろあの回ってないやつの方これの方が結構重要なこと言ってんだけどなみたいなこと多かったりするんで、うん、まあ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 ,、まあ、あまり再生回数に惑わされないでくださいというところと、まあ、証明というかはい、まあ、こういうことなのでっていうまあ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  説明の動画にもなるかなと思いまして、はい。今回ちょっと撮ってみましたという話でした。はい。まあ、こんな感じでね、もちろん、あの、この時点でもうパン職人歴は10年以上いってます。はい。10年以上いってますが、まあ、はっきり言って手ごね、あんまりしたことなかったです。何回かやったことあったんですけど、パン屋さんでうんと、仕事でパン作りまくるんで、おうちでパン作りませんからね。うん。基本的に。 <laughs> なので自分もそんなにおうちパンの経験がだからなかった状態ですよねあんまりない状態で製、えー、パンの理論と、まあ、パン屋さんの理論だけで、まあ、挑戦していた時期です。はい、でそれから3年経って、はい、あの家庭パンというのが、はい、やっぱりいろいろ違う面が出てきてそれを、まあ、自分の 本来持っていた技術とか議論とかを使って、あ、これはこうだからこういうとこは違うからというのを積み上げていった結果、ここのこの下釜がいるという状態ですので、はいまあ、そんな感じで、やっぱパン職人歴っていうのをどんなにあったとしても、それはですね、あまあパン屋さんでのっていうところもあるので、家庭でのやり方っていうのをまあまあまあ。 一個一個見直していって作り上がっていったのがこの今の下釜ですのでぜひですねはいまあ、昔の動画と今の動画でですね、まあ、かなり下釜のレベルが違うというところをねこの機会にぜひね、はい、<laughs> 認識していただければなぁといつも見ていただいている方もですねまあ見る時に思っていただければいいかなと思いますですので、はい、昔の内容っていうのをブラッシュアップしてどんどん新しいの 出していきます、はい、そっちのね、えーで、また同じのじゃんっていうふうに思うかもしれないんですけど、中身が違うよというところで、より家庭向け、えー、いや、まあ本質的な内容になって、どんどん出していくよと。い、う、ろ、ん、んなパターンを想定して話していけるよって、どんどん成長していくよということ伝えてね、い、えー、きたいという感じでね。そういう情報発信のチャンネルでございますと。パンのね。はい もう博士ということでね、完成すべくね、これからも,もどんどん博士っぽくなっていこうかなと思っておりますんで、はい。まあ、ちょっと、興味出たよっていう方はチャンネル登録、ここまで聞いてくれた人はいるかなはい <laughs>、えー。あとは、まあ高評価、動画の高評価もね、いただけると嬉しいですというですね、はい。まあ、ちょっと45万回超えたやつのね、もう回数だけの、はい、動画でしたけど、はい。ちょっと今見直してみましたという動画でございました。 以上です。まあ皆さんの手ごねの参考にしていただければと思います。ということで。ではではでは、えー、ご視聴ありがとうございました。まあ、えっ、ー、と、あとは、まあ自分、メンバーシップとかもやっております。そこではね、えー、まあ、ちょっと話しきれないな、というようなニッチな、もうそんな話までは聞けないよっていうぐらいの、はい、まあ内容と、 ちょっと突っ込んだね、えー、詳しい内容っていうところまで、えー、やっていこうかなと思ってますんで、まあまあまあ、余裕がある方はメンバーシップまで入って聞いていただけると、より深くですね、はい。まあ、うん、<laughs> くどい内容の下川の話を聞けると思いますんで、まあぜひ入ってみてくださいという感じです。ではでは、宣伝も終わりましたので、今度こそご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。皆さん、良いパン作り。パ満足リをバイバイ。